皆さんこんにちは。今回のトピックはリークドマネージドシェルです。今回お話しするリークドマネージドシェルというのは、ユニティにおいてメモリリークのような現象が発生することがあるというものです。皆さんご存知の通り、ユニティで使用されている C シャープ言語では基本的にメモリ管理を手動で行う必要はありません。ガベッジコレクションによって自動的に管理されることになっています。ただ実際にはユニティというゲームエンジンを動かしているのは C シャープで書かれたコードだけではありません。ゲームエンジン内部の大部分は C++ で書かれています。つまり C シャープで書かれたマネージドコードと C++ で書かれたネイティブコードが協調して動いています。この2つが不整合を起こすと、不要なメモリが確保され続けてしまう可能性があります。その一例が今回紹介するリークドマネージドシェルです。まず簡単な例を見てみましょう。テクスチャ 2D オブジェクトを作成して、その後デストロイするだけの単純な C シャープコードです。ここに登場するのはテクスチャ 2D というオブジェクトたった一つだけのように見えますね。ただ実際には C++ で書かれたネイティブコード側のテクスチャ 2D オブジェクトというものが存在していて、これが実質的な処理を担当しています。C シャープ側のテクスチャ 2D オブジェクトは、いわゆるラッパーに過ぎないというわけですね。というわけで、この短いコードには、実は登場人物が2つ存在しています。1つは C シャープ側のラッパーオブジェクト。これはマネージドシェルと呼ぶことにしましょう。もう1つはネイティブオブジェクトのテクスチャ 2D です。マネージドシェルが作られると、その中でネイティブオブジェクトも作られます。そしてデストロイメソッドを呼ぶと、その中でネイティブオブジェクトは破棄されます。さて、これで全部片付いたように見えるかもしれませんが、実はまだ終わっていません。このマネージドシェルはまだ破棄されていません。実はまだ生きているんです。これをリークドマネージドシェルと呼びます。このマネージドシェルを破棄するには、ちゃんとヌルを代入してガベージコレクションを待つ必要があります。でも例えばアップデートの中で変数 tex を出力してみると、ヌルが表示されるんですよね。ヌルと比較チェックしてみても、やはり true が返ってきます。じゃあ別にわざわざヌルを代入しなくてもいいんじゃないのって思いますよね。これが Unity の C シャーププログラミングにおける悪名高い落とし穴の一つです。見かけ上ヌルを返しているだけで、実際にはまだ Unity オブジェクトインスタンスが存在しているんですよね。これは Unity オブジェクトクラスにおいて比較演算子などをオーバーローディングすることで実現されています。ヌルに見えるけど本当はヌルじゃないっていう状態です。だからヌルに見えるけど、そこに改めてヌルを代入するというのは意味のあることなんです。余談になりますが、この特殊な仕様はまあ評判が悪くて、修正が検討されたこともあります。ただ残念ながら Unity の根本的な設計に影響するため、副作用を出さずに修正するというのは非常に難しいです。当面の間はこの仕様は存在するものとして付き合っていく必要があります。さて、リークドマネージドシェルの話に戻りましょう。Unity の新機能の一つであるメモリープロファイラーのバージョン 1.1 には、このリークドマネージドシェルを確認するための機能が存在します。これを使って実際にリークを確認してみましょう。簡単なサンプルを用意しました。プレファブを大量にインスタンシエートして、数秒待ってからデストロイするだけの内容です。ただし、このサンプルではあえて手を抜いてみました。デストロイした後にリストをクリアせずにそのまま残しています。こうするとネイティブオブジェクトは破棄されているけど、マネージドシェルは残り続けるという状態になります。これを実行してからゲームオブジェクトのデストロイを待ちます。次にメモリープロファイラーを起動します。スナップショットをキャプチャーします。そして、All of Memory タブを開きます。
この検索ボックスにリークドと入力すると、このようにリークドマネージドシェルを列挙することができます。こうして見てみると、マイコンポーネントのマネージドシェルがしっかり残ってしまっているのがわかりますね。ただ、メモリ容量としてはそれほど大きくないように見えます。このようにリークドマネージドシェルそのものによって占有されるメモリの容量はそれほど大きくはありません。怖いのはリークドマネージドシェルと連動してさらなる大きなリークが発生している場合です。例えばこのマイコンポーネントクラスでは内部でテクスチャを動的生成しています。つまりこの C シャープコードの中で大きな配列とテクスチャオブジェクトを生成しています。しかもここでも手を抜いてしまっています。配列もテクスチャも使いっぱなしで放置しています。リークドマネージドシェルと化したマイコンポーネントが保持している配列やテクスチャはシステム側から見ればまだ使用中のオブジェクトです。ガベッジコレクションやアンロードアンユースドアセッツが呼ばれても解放されることはありません。メモリープロファイラーを覗いてみると、このように大量の配列やテクスチャーが残っているのがわかりますね。リファレンスドバイを見てみると、リークドマネージドシェルから参照されていることがわかります。結果としてこのプロジェクトは大量のメモリをリークしてしまっていることがわかりました。いかがでしょうか？これがガベッジコレクションが働いていてもメモリリークが発生するという仕組みです。このような問題を防ぐには普段から意識して参照やオブジェクトの後片付けを行うのが良いと思います。例えば今回の例ではここでリストをクリアしていないことがそもそもの過ちです。リストのクリアを追加するだけで参照をすべて破棄できます。ついでにマイコンポーネントの実装も直します。このクラスでは onDestroy を実装してテクスチャを明示的にデストロイするのが良いでしょう。配列については純粋なマネージドオブジェクトなので、まあ、わざわざ null を代入しなくてもいいかなと思います。でもまあ代入した方がお行儀はいいのかもしれませんね。修正後の挙動を確認してみましょう。リークドマネージドシェルがいくつか検出されますが、こちらで作ったものはなさそうですね。大量の配列やテクスチャもなくなりました。これでメモリは健全な状態になったと思います。こんな感じで今回はリークドマネージドシェルについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。実は今回の本当のメイントピックはメモリープロファイラーの新機能についてでした。その説明の過程でリークドマネージドシェルが発生する仕組みについて触れたという感じです。小規模なプロジェクトではこの手の問題が顕在化することはほとんどないと思うんですけどね。複雑なアプリを構築するとどうしても生存期間の長いオブジェクトというものが現れてきます。シーン切り替え時にデストロイされない属性を持ったシステムオブジェクトなのですね。そういったオブジェクトが長期間リークドマネージドシェルを握ってしまうとメモリ不足を招く危険性があります。長期間アプリを動かした時だけ発生するという検証のめんどくさい問題ですね。そのような場合にこのメモリープロファイラーの機能とリークドマネージドシェルのことを思い出してみてください。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you.